ちは。こんにちは。ちょっと刺されたね。気を刺されますよ。さあ今日はゲストに村田真一さんをお迎えしています。はい、どうぞ。見てくれてる？そうです。まあ、いや自分が自分の見ます。自分のね。はいはい。俺は、ね、YouTube 自体見ないから僕。いや見ないと遅れていくからね。YouTube 何見るんですか？いやいろいろ面白いから動画とか。じゃあ情報を取ったり。まあまあ、新聞とテレビで十分です僕は。今度からぜひ YouTube も YouTube、ね、はい、チャンネル登録をじゃあぜひ。そうなんです、今日させて帰る、はい、登録してないもん、大丈夫、クリックすればいいだけです。そう、いや、はい、もう通知が来るからやめてもらえないいや、ガラケーじゃないよね。もうガラケーじゃないじゃあ大丈夫ですね。いや、今日はね、聞きたいことがいっぱいある、はい、もう山ほどこうネタ持ってる。いやいや、そりゃそうだよ。やっぱキャッチャーって面白いのはそのチームのなんか全部を知ってるでしょ、やっぱりピッチャーのサイン。言えることをしゃべりますよ。言えることね。もう言えないことはないでしょ、怖いもんだし。いや、そんなことないですよ。もう悠々自適で。そうじゃなくてピッチャーあかんことってあるじゃないですか、やっぱし。いや、まあ、ね、そうですよ、ね、そう、もう守りモラルをね、やっぱりね、やっぱ守りが大事と。そりゃそうです。やっぱキャッチャー、キャッチャー守備からですよ。そうですね。あのさ、まず聞きたいのはさ、はい、レギュラーでずっと出ながら、うん、ね、レギュラーの扱いを受けながらいろんな選手が来て、うん、キャッチャーのポジションを、うん、いや入れ替わり、うん、立ち替わり、うん、でも大事なところは自分を使われ。いや、そうですか。いやいや、そうじゃない。そう、どうなの。それはもう周りの判断だからね、うん、僕はもっと出たいって出たいと思ったでしょ。また外されたのかと思いましたよ、それは。そうでしょ、うん、やっぱその葛藤ってあったでしょ。いや、葛藤っていうのは、いや、それがなんかできないでしょ、うん、それでもずっとありましたよ。それはもうだからまた来たなみたいな。だから規定打席達してなくて、だって僕らの時、負けてたら3打席目ないもん。2対1、5対1で全部ピンチいった。吉村君がああまたピンチいったかと思ってましたよ、うん、いやだけど、うん、その中で、うん、規定打席に達してなくて初めての1億円プレーヤーだから、ね、すごいですよ、ね、うん、なことない。9回初の、本当によくもらったねそうですかね。そうですかねじゃないまあね。でも、うん、やっぱり一番衝撃だったのは、うん、それ前の年の優勝して日本シリーズがあって、うん、優秀選手からなんかもらって、うん、それはもうそんな賞もらえるなんて、うん、なかなかないじゃないね。いい思い出ですね。で、うん、その時のドラフトが阿部慎之助、うん、入ってきて、うん、キャンプで見た時慎之助をどう思う。いいキャッチャーなと思いましたよ。うん、でも負けないなと思ったでしょ。今は負けてないと思ってましたよ。そうでしょ、うん、でもいざ開幕の、そうそう、あれね、俺これ、ね、3日前ぐらい、3日ぐらいじゃない、花さんに呼ばれてさ、新之助が言ってたのは3日前に言われたっつ、3日前かな、俺も2日か3日前じゃない、3日前ぐらいかな、東京ドームでちょっともらった話があると、はい、花さん、はい、野田すま、阿部で行く、開幕って言われて、ええー、みたいな、なんでですかって言うね。やっぱそこら辺反論した。いや、理由をね、僕らは意見を言います。僕は結構言う方だから、うん、その代わり上が右って下が部下と思ってるから、うん、まあ、なんでですかって聞きますよね、うん、答え、いや、チームが阿部で行くからやって言って、それですよ。その時の落胆っていうのは、いや、落胆はしないんですよ。落胆はなかった。ああ、そう、しょうがない、くそと思いましたよ。絶対、よし、見返してやろうと思って途中から出てやろうと思ってました。でも、しんのすけは言われた次の日から熱が出たらしいよ。俺でいいのかなっていう。やっぱり、村さんのことをやっぱこう尊敬もしてただろうし、やっぱ抜こうと思ってたんだよね、一生懸命。それがいきなり開幕だった。だって、もう肩はまず負けでしょ、うん、で、パワーでもう負けでしょ、うん、パンチ力もう、あ、でもパンチ力が当たれば一応パワーあったから。あったよね。だから、僕が唯一勝っていうのはキャッチャーやから経験じゃないですか、うん、経験で、あ、出れると思ってたから。でも、もう組織がもう阿部に託したわけですから、うん、でも絶対、まあ開幕阿部でもね130試合あったわけですから。まあそうだね、うん、終わってみたら俺のが試合出てたらええんやと思って思ってやってた。でも、うん、そのうち阿部の教育係やとかそうそうなんかこうそうやって言われだしたじゃない。 それに関してはどうなの。4月練習したら、あの長嶋監督に何やってんの、もういいだろうって言って、待ってくださいよ、4月ですよ、
そらね、練習したら、はい、全くしてんのかもういいよ、いつも待ってくださいよみたいなさ、なりますよね、うん、それはね、その時はいくつだったの？あ、もう37ぐらいじゃないですか、38の年に引退したから、うん、でもやり遂げた感はその年は まあ多少はあったの、まあ譲ってもっていう、それはないでしょ、やっぱないですよ、まだ体元気やったし、そうだ、ね、まだできると思ってましたよ、で4月半々ぐらいやったのか、でも4月ホームラン4ぐらいだったんですよ、うん、まだできるよって、うん、でもう5月になったらもうパッタリですよ、出なくなった、長嶋監督に監督使ってで練習したら、うん、何待ってもやってんの、いや監督調子いいですよ使ってくださいよって、まあまあいいからいいからって言ってええみたいな、あやっぱりそのぐらいの会話してたんだ、してました、その使ってくださいよってよく言ってました、そしたら監督はまあ、ちょっとお茶逃がすような感じで、まあ、原さんにも、原さん、たまには使ってくださいよ、まあ、みんなも、うん、でもやっぱり先輩としては、後輩を認めるっていう、まあ、多少はそのパワーだとか、うん、バッティングがいいとか、僕としんのすけは素質が違いますよ、それはもう、ボケしくるで彼、ダイヤモンドだもん、やっぱこうそれは認めてた、いや、それはもうすぐ、あすごいなって、俺とは全然違うなってさ。で今までもあったじゃん、例えばデーブが入ってきたり、中野さんが入ってきたりだとかさ、うん、杉山とか行ったりとかして、うん、でもそこにはあんまり感じなかったけど、新之助にはやっぱそれは感じたの、いや、すごいいいもん持ってるなと思ったよ、それは、うん、でもやっぱ出ないよね、出たいじゃないですか、いや、それはそうだ、だから首って言われるまでもがいたろうと思ってました、うん、でも、あ、これは負けたなって思った瞬間ってやっぱあんの、これはもうマスクかぶれんなって思った瞬間、いやいや、もがいてました。でも7月頃からもう観念したの。もうええわって。で、8月頃じゃないですか、原さんにも。原さん、その将来の話になった時に。もうあれだもん、もう参りました。もうユニフォームで出させていただきますっていう。ああ、そう。8月頃じゃないですか。で、会社に。で、原さんが上に行ったじゃないですか。会社の人も来て、8月のとこ、ユニフォーム文化って言って、まあ、もう、観念できますもん。だって脱がなきゃって、だってもう安倍じゃないですかみたいな、うん、チャンスもないじゃないですかっていう感じですね。でも山倉さんとからまあ取って代わる、いや、中尾さんが1年いましたから、あ、でも取って代わる時って、うん、やっぱ思い出した、そういう時ってなんか昔、うん、例えばベテランからポジションを取ってみたいな、うんうんうん、なんか最初座り心地悪いなと思う、あの時でも中尾さんがずっと出られてて、中尾さんが腰痛いって言ったんですよね、うん、で腰が張ってる。で僕当日もらって参るぞって言われて、え、で僕はずっと出れたんですけど、それとはまた違うんじゃないですか。やっぱまあちょっと違う。ちょっと違うよ。でもよくブツブツ言ってたよね、ピッチャーに文句。やれ。いや、文句っていうか、まあ、こうしようああしようっていう話はしてましたよね。やっぱ勝ちたいですもん。よく聞いたよ、打席で。打席で聞こえるんですか。ね、バッターには言わないのよ。はい、あ。自分でブツ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 言ってるんだよ。ブツブツ、いや、例えばボールボールって続くじゃん。もうお前2球ぐらいはストライク投げたボールとか、俺多分ね、ボールボールって言わないと思う。やっぱりキャッチャーはボールボールってよくあるからしょうがないの。ただストライクストライクストライクばっかり掘りピッチャーに文句言ってると思う。あ、逆に、うん、だここボール、ここボールやろみたいな。だから2ストライクだったらフォークってキャッチャーはストライクゾーンのフォークの星蹴っちゃ一人見ないから、ワンパウントなの。で、それを真ん中でカーン打たれて、ベンチから何考えて聞こえてくるわけ、はい、お前こんなこと、お前ストライクのフォーク要求するキャッチャーおるかよ、そんなん言ったかもしれない。いや、ね、そら知っときてね、バット振り出す時にね、声出してたからね、なんてあーっとよくあったよな。やばいっていうことですね、これは打たれたって。あったのかな。いや、それはね、6球団のうちのキャッチャーの中で一番あったよ。そうそう、声出すんですよ、打つ瞬間に邪魔なんです、すっごい。あ、そう、それも半端じゃない。豊さんが言うから、そうなんだろうね。で、豊さんが打席に立った時のこともやっぱり覚えてますか。いや、いいバッターだもん、やっぱりリーガーでさ、はい、いいバッターだもん、それだから。いや、でもさ、ミーティングでさ、あいつはどこを攻めろっていうのを覚えてる、うん、あ、覚えてるバットもいますね。俺は豊さんも言っちゃうけど、いいバッターでホームランってほとんどないから、はい、困ったら、うわーって、もうキャッチャーがどうしようと思ったら、まあ、アウトコースまっすぐっていうのを決めてた。これが逆方向でホームランを詰まっていったら、あ、このカウントもインコース入れたなとか、
そういうふうに思われてたそうです。舐められてたな。とりあえず外に入れたくない。でも三鷹さんはまっすぐ変化球も両方うまいから、入ってくると甘いのが気をつけようと思ってたと思う。やっぱ甘いのがないとコーンとホームランもあったし、ゆとかさん、3本柱のどのピッチャーからよく打ってたなとか、あの3人の中で一番似合いだったと思います。全員打ったと思います。ゆとかさんやっぱり3割前に打ってたのもイメージだ。あの3人で嫌いなピッチャーいなかった。あ、相性良かったんですね、ゆとかさん。相性というか対戦が面白かったというか、やっぱそれにちゃんと投げてくるから、あの淡泊なバッターが多いベースターの中で、はい、もっと横浜やけどね、しぶというのよ、それイメージある。追い込まれるまでは振ってたしね。追い込まれてからもね、あのバッティングは淡白じゃない、しぶといみたいな。あと塁出たら走るっていうことだったりとか、ね、足は大したことないと思ってた。いや、そんなことない。やっぱりまあいや、それは屋敷とか加藤さんの方がやっぱりね、嫌だったですか。ただ屋敷さんはもうミーティングでもうカウント悪かったら真ん中掘れって言ってた。もう出たらもうめんどくさいよね。まあ、そうだよな。なんか真ん中ほっとけんだよ。ってことは真ん中にはカーン長打もあったから、困った低ゴロ、ゴロヒット上からっていうミーティングをやったと思うけどね。豊川さんはじゃあバッターボックスとか立てた時に村田さんのことをキャッチャーとしてどんな風に見てました？やっぱね、しつこい、いやらしい、声出す、ブツブツ言う、ブツブツが気になってくるんだ。そっちが、いや、そこか、そこの情報があるから。まあ、例えばストライクばっかり放り上がってとか言って、とか、ここお前ボールやろとか、いろいろあったんだ。でも顔は笑顔なんだ。やっぱり信頼されてるキャッチャーだからさ、一番巨人ではね。はい、いつもブランケンに一応抜かれてるかもと思ってるかもし思ってたからね。あ、その当時。まあ、ブラウン管っていうのが古いよね。そうですね、液晶ですかね。液晶、あ、そうかそうか。